若い時からいつも東京という都市に向かって建築を考えてきたような気がするんですね。都市の建築がどうあるべきかということを考えてきた。でも東京という都市も随分変わってきて、建築が僕にとってはかなり東京の建築は退屈なものに思われてきました。もっと社会的な意味があるのではないかということを、ずっと考えていました。このところ私たちは必ずしもその仮設住宅に行きたくない。なぜならばこの体育館にいたらみんな昔からの知り合いが一緒になってご飯も食べられるし話もできる。でも仮設住宅に移ったらもうみんなバラバラになってしまうと言ってるんですね。で、それを聞いて仮設住宅の中にもやっぱりみんなが一緒にご飯食べられるようなそういう場所が欲しいんじゃないかなと思って。小さなみんなの家という木造の住宅を作って、ここで皆さんが心を慰め合う、そして一緒にご飯を食べたり一緒に、話をしたり飲んだり、そういう場所を提供することを今5人の建築家で、私を含めて5人の建築家でやっています。100軒ぐらい作りたいんですよ。100ぐらい、いろんな場所に。現在作られている建築は皆さん省エネルギーとかエコロジーとかサステイナビリティということを言われますけれども、現実に行われていることはその自然環境と人間の住む人工的な環境との境界を以前よりもっとはっきりさせて、そしてその中だけの性能を上げる、そのために自然のエネルギーを使うといったような作られ方になっていて、これは僕は本質的に間違ってると思ってるんです。全く同じことがその仮設住宅で起こっていて、あれは東京の建築、東京のアパートをそのままもう小さくしてローコストにして持ってっただけなんですね。プライバシーは最低限確保できるけれども、隣の人との間に縁側でもついていたら随分仮設住宅の生活は変わってくるはずなんです。宮城野区のみんなの家もあそこに縁側を用意して、そうすると朝あの辺を散歩してる老人が一人縁側にかけていると、それを見かけた人が「ああおはよう」って寄っていくから、自然にそこでこうコミュニケーションが始まる。そういうことがやっぱりこれから東京も東北から学ぶことの方が多いんじゃないですかね。本当に何かコミュニティっていうか共同体の問題を、自然とのこう結びつけることによってもう一度再興していくっていうことが、これからの 日本の、モデルを作っていくことになると思いました。